AA 世界野球選手権大会とは国際野球連盟が主催し開催されていた16歳以下の各国代表選手で競われる野球の国際大会である。2011年の第15回大会をもって終了した。1989年に日本で第1回大会が開催され、当初は毎年開催されていたが、第9回大会からは隔年開催となった。 最後の大会となった2011年の第15回大会はメキシコで開催され、日本は3位に入賞している。2007年の第13回大会は8月17日から25日まで、ベネズエラで10カ国の参加で開催されることになっていたが、ベネズエラ政府が政治的理由で台湾選手団にビザを発給しなかったため、i ブ f はベネズエラの開催権を剥奪。 同大会は中止になった。形式上中止となったが、試合は行われ、実質3位となった。AAA もあるが、読みはなぜか AA、A、ではなく、3A。AA 世界野球選手権大会は2011年、第15回大会をもって廃止となり、2012年より15、有世界野球選手権大会が開催されることになった。 年齢制限を16歳以下から15歳以下に変更し、第1回大会は8月16日からメキシコで16チーム参加により開催される。日本の野球界には他の団体競技のような競技統括団体が存在しないため、この大会にチームを送り込んでいるのはリトルシニアである。中学年代公式野球クラブチームの大会。 ジャイアンツカップが正式な全国大会になったのを機に将来的にはシニアだけでなく全7団体からなる真の言うマイナス15年代の代表チーム編成を目指している。なお、シニア選抜となった2007年大会の参加チームだが、この大会から全日本アマチュア野球連盟の公認チームとなり、ユニフォームはオリンピックでプロが着用するのと同じタイプとなった。 第13回アイブフ世界ユース選手権、大会一般財団法人日本リトルシニア中学、公式野球協会関東連盟、アイブフアンウンセスノーグ R15、ーベースボールワールドチャンピオンシップ、世界少年野球が中止ベネズエラのビザ発給拒否に、制裁2007年8月16日朝日新聞、台湾へのビザ発給拒否のあった、少年野球の国際大会が中止台湾州法。 台北中日経済文化代表どころ、台北中日へ、いつき文化代表書、ありがとうございます。